国鉄タム八千五百系貨車は、かつて日本国有鉄道及び九百八十七年四月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は液化塩素専用の十五トン積に軸ボギー貨車である。九百六十四年九月三十日から九百七十三年十二月二十六日にかけて十八ロット四十二両が、 富士重工業、日立製作所、三菱重工業及び日本車両製造で申請され、1964年12月19日に三菱重工業で1ロット1両がタム2300型から改造製作された。本形式の他に液化演奏、専用種別とする形式はタム2300系、タキ5400系。 先5450系の3形式が存在した。落成時の所有者は、新日化産業、大阪ソーダ、日本ソーダ、旭火星工業、旭電化工業、伊藤中商事、北作商事、山陽国策パルプ、東洋ソーダ工業の旧社であり、最終時の所有者は、旭火星工業、常備駅は、南の岡駅であった。 1979年10月より化製品分類番号626が表記された。1987年4月の国鉄分割民営化時には32両が JR 貨物に継承されたが、1987年度に1両、1991年度に1両、1992年度に9両、1993年度に7両、 1994年度に3両、1995年度に9両、1998年度に残った2両が廃車となり、形式消滅した。台車はベッテンドルフ式の TR41D-6 で、最高速度は時速 75km である。台枠は長さ 8960mm の平台枠である。タンク体は高張力構成。 ドームレスの季節付き自家道タイプである。全球のタム2300型は、ボイラー用後半であった。タンク帯の長さは 7150mm、内径は 1500mm で、厚さ 75mm のグラスウール断熱材を巻き、薄後半製の規制を装備している。200方式は、高圧ガスであるため、タンク上部の円筒型のプロテクタ内に弁を、内蔵した上入れ上出し方式である。 土色は、容器保安規則によりき1号である。全長は 9760mm、全幅は 2400mm、全高は 3396mm、台車中心間距離は 5660mm、自用席は12.6立方メートル、自動は18.5トン、換算量数は、席車3.5、空車1.8、車軸は12トン軸であった。 ありがとうございます。